翔の知られざる一面をちょっとランチを一緒に食べながら掘り下げていこうじゃないですか。スタヤさんに吉本芸人が全員来たことある。全員来たことある。じゃあどなたがいらっしゃるでしょうか。失礼します。イエイ。ケンさんや。金婚かケンちゃん。もう金の金婚かケンちゃんいただきました。ケンちゃんバーガー。やめて。やめて。いや、それ返しそれでも。とんかつの定食です。おとんかつ定食。若いですねケンさん。とんかつの定食やおぎんやもん。とんかつ定食か。こっちに目行きますけどね。いや、銀座の最強の定食。ありがとうございます。すいません。ナンバーグランド花月の出番の合間とかは、うん、お昼ご飯どうされてるんですか。僕はミンミン、ミンミンの寿司屋。うん、それはお一人で行かれるんですか。うん、一人で。あ、うん、そうなんですね。あ、この角のうどん屋も行くで。松屋。あ、松屋。あ、どうですか。だからあのサインもあるで俺。あのうどんと食べてたよ、おにぎり。はい。うん、俺じゃまあまあ顔さしてやん。あ、けんちゃんやって、はい、サインちょうだい。サイン書いて。はい。はい、どうもって。ほんで、あの俺の横でやな、サインを貼ろうとしろって。はい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 。俺帰った後でええやろ。せやな、横でな。俺が邪魔やねん。ほんで長いことモソモソしてるからやな、こっちも食われへんからやな。もうちょっと大将俺やるわ言うて、俺が立ってここか、うん、そこ貼ってください言って、画鋲で貼ってこれでええねんねって。いやか自らサイン貼ったのケンさんだけじゃない。俺も初めてやれ。いやでも嬉しいです本当に。富士さんぐらいの先輩方とお食事もね、うん、そうなんですよね。トミーズの劇場か、はい、まあ、セアネンファミリーやったらね、僕らはなんか僕がいるからちょっとセアネンって早い時間じゃないですか割と。おうおう、だから、はい、そう早い時間にあんまテレビ出しちゃあかんなって言われてた時期だったんで、はい、ちょうど入れてもらえなかったんですよ。それマジか。マジですマジです。なあ、俺そんな信用すんで。はい、自分の場合それやな。はい、ほんま特番の。おなあ、なあ、ギャフに通れへんねん。なあ、いや、ほんま、今はもう俺慣れたね。現在一番最初稲田見られた時どう思われたんですか。やっぱりな、引くよな。もう言葉選ぶんかなと思うまで。まさもあの新人の頃はよ、はい、俺でギリギリやでってよう言うとったもん。あ、ええー、ギリギリ、なんか皆さんに見ていただける顔の大きさや。ああもうちょっと慣れてきたもんな。まあ、もうこう、そう、売れたら皆さんに慣れていただいて、完全なもうただの個性になってきて。あ、そうですね。ここで自分もやで。あ、自分横おるからね、ぐーっと男前や思って。あ、最初余計な、はいはい、俺自分は自分でなれんのよ。はい、お前男前や。よう見た。自分はマイナスがちょっと上がってきてる、はいはいはい、見慣れて、はいはい、あんた上やったんが、はい、あれちょっと下がってきてもう慣れたんか。似通ってくるね。全然褒めてもらってない。いや褒めてないんだけど。いつの間にか河合さんがいじられてもう。いやでそもそもマサさんに誘われて入ってこられたんですか。そうやね。俺なんか俺とマサは幼稚園から一緒で。同級生ですよ。幼稚園で。手つないで行ってて。仲ええやん。ほんで中学校高校ぐらいからアルバイトいろいろしだして、はい、それがみんなマサやねよ。はあ。ええお好み屋さん見つけて、ええ喫茶店あんねんけどバイトせえへん。はいはいはい。誘ってくれんのよ。ケンさんはケンさんで、いやなんでバイトまで俺お前と一緒のやつせなあかんねんってならなかったってことですよね。いやなれへんね。友達やもん。ごく自然にもう大学卒業する時まで続いてもうてやな。はい。だから最初は NSC はい、浜根とやっとって。マサと浜根が。あ、びっくり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 。あのギャグ考えたのは浜根隆史やね。え、うん、そうなんですか。うん、マサと浜根がその時。僕やったら、俺はもう関西外大の4回生やったから。うん、そっか。ほんでただの友達や、はい、今度手店やんねそれ発表会あるからほんで見に行ってて、ああ頑張ってるわって、はい、お客さんとして、はい、うん、まあ頑張りや言っててんけど、突然まさかあの相方と解散するって、はい、お前とやりたいってなって、ええー、ってなって俺、大学在学中です。4年の時、4年の春や、就職活動やるから、あ、うん、ごめんやけど、いやいや、まあそれはそれでやれと、うん、けど一応俺と一緒に漫才も並行して続けてくれ言うて。ああなるほど。それでもええねやったりで、ほんでそうこうしてる間にやな、ほらもう俺内定取って、はい、
あの洋服のアパレル関係のアパレルの会社の、うん、そうそう、あのじゃからもう行こう思てんねんって、うん、ほんでしゃけど笑ってる場合ですよ、はいはいはい、笑っていいと思う、う前の前身の番組、ね、あれで君こそスターだいうあのコーナーがあって、はい、そこで漫才したんや、はい、うん、ほんでその名字2つじゃダメと、あの頃カタカナとか何でもいいからコンビ名つけ、はいはい、トミーさんいう人からトミー課長通ってね、はいはいはい、お金借りてて、はい、朝か、はい、うん、トミーさんお金借りてたからトミーズズーつけてええー、やいやそうそうそうやどうでもええねんから知らんかった。でも確かにそういえばトミーズさんの由来って初めて聞きました。お金借りてた人の名前にズーつけたそう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 、なんとかずいの流行ってて、いろんなグループがあって当時、はい、2週目ぐらいで落ちて、はい、落ちて帰ってきてんけど、あれ全国ネットや、はい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 、大学行ったら、はい、トミーズ、あらトミーズけんちゃん、トミーズ、そう大学生でな、はい、協力が顔さしてあの感覚な、おおお俺いやめっちゃいいっすね。俺ね、芸人になってあの時が一番持ってた。ああ、そうですね。一番最初。いい早いですって。もう早かったけど。俺な、はい、わあ言われて、わこの世界ってすごいねんな。あむちゃ嬉しいなって。いわゆるこのダンダンさん、はい、ヒルさんとか、うん、新喜劇のね、内場さんとか、うん、一期生にすごい人いっぱいたくさんいらっしゃるんですから、最初の筆頭株ってもう松富水さんがわーっていかれたんですよね、うんうん、早かった印象ですよね、はい、確かに結構早い、うん、ABC の漫才コンクールもみんな早かったというのは、あのダウンタウンはその時から事実はすごかったんけど、はい、しゃべくり寝て、はい、うん、ほんで俺らも勝たねえ思ってもうすぐ思ったもん。へー、じゃあダウンタウンって、はい、みんなすごいすごい言うけど、はい、結成した時に、はい、もう完成されてたんよ。はぁ、人間って同期から見てもそうそうそう、だから ある意味一個も変わってないんだよね。へぇ、あの成長してないとはしてないね、ある意味もう完璧やねん、穴から逆で何やこのネタはって何この二人の世界のこの発想はって、はみんなキョトンとしてて、それがだん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 後追いや、世間もみんなこの子らおもろい、すでに新人の時からおもろい、ほんで俺らはもうえぇ、ってなって、絶対あかん、もう喋りやめようって、まさはボクシングやってるから動き出て、おいら、おいら裸になって、裸になる、おいら、はい、うん、ほんでグローブつけてバン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 、はい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 、ケンさんめっちゃどつかってましたよね。あれまたなんか、はい、本気になくてな、はい、あの痛なかったらウケへんのよ。いやバーンなってね、バーン痛くなって、お前がいいってな、いやあれツッコミでもなんでもないのよ、ほんまに痛いから、魂の叫びをお前がいい。京都花月で日曜日3回公演で、はいはい、ほんで合間うずまさ村の中村座で3回公演になって、ほんで1日6回や6回の舞台を、おいらあのネタしかないから行くな、バン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 、もうフラフラで袖がふんで鼻かんだら血出てくるわ、もうむちゃくちゃやって、むちゃくちゃやな。マサさんでもやっぱりこうボクシングやってらっしゃったぐらいか、こう血の気やっぱ多かったですか、とその尖ってたというか、まあまあまあそうやろうな、マサさんが後輩してるの僕らやっぱ見たことないけど、そうやな、だから学校では、はい、ジャズダンスとか、はい、タップダンスとか教えてくれたけど、はい、他は全部自分で覚えやなかった。この世界のしきたりも一切教えてくれんかって、はい、あ、兄さんや、あ、師匠や、どんどん覚えて、あ、おはようございます、昼でもおはようございますよ、お先勉強させてもらいました、はいはい、とか、お疲れ様、はい、もうそれがもうあかんねんな、はい、いや、あの楽屋の前でマサはもう相変わらずこうシャドーボクシングやってるんだ。ボクサーあるあるやな、相方としてはゾッとしますよね。挨拶もそんなちゃんとできてへんのに相方が楽屋の前で、あ、ハンポさん、ハンポさん、ハンポでしょ。それをやな、はい、俺に来るわけ、あの君、あのケン君やな、ケン君、あのマサ君、あれあかんでって直接、うん、マサさんに言われへんから優しそうなケンさんに、なんとかしなさい、あおー、はい、はい、言うてやな、任されるぜ、マサさんには言えへんねん、マサさんの代わりにケンさんがずっと頭下げて、そうや、これはなんでそんな優しいんですか。ちょっと僕相談がありまして、マサさんと舞台袖で会った時に、うん、
ボクサーやったから、うん、僕の顎見て、うん、狙いやすいわって言うんですよ、ずっとやっぱりな、はい、いつまでたってもボクサーの血はやっぱり残ってるからなんか構えたりするんですよほんまな、試合しようやいっぺん試合しようやって言うんですよもう怖くて、俺と今日検査にもうあれやめさせてくださいって言おうのってどっちが何番お前してそんだけ出てたそう、一発で倒れんねやろな、多分一発で倒れんねやろ、その顎はあって高校出たら大体あのボクシングやっとってん、あいつは初めてな、はい、俺試合の前だったら家来よんねん、夕方、はい、まあ、ギター持って、はい、おい、ケン、俺な、歌作って、はい、うん、あの聞いてくれるかーいって、はい、おい、ええよ、というのはもう減量してるから、はい、むっちゃしんどいのよ、家おったら家族ご飯食べるし、はい、そんな匂いかけたないから、うん、でギターもっと俺の家来た、はい、うん、ボクサーで歌えねんけど聴いてくれるからでポロンポロン行きよんねんよ、はい、何のために走りアイアムボクサーええやろみたいな、俺もおおええー、なーそうかーみたいな、これがな10日間続くのなんでそれ続けやんすげ、友達やないかほんで減量でしんどいのも分かってるやんもう俺もう7日目8日目ギター持って家来た時うわー来た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 もう嫌で嫌でマサさんはでもまあボクシングじゃないですか、うん、ケンさんサーフィンしてらっしゃいません、あ、そうそうそう、俺やっとったよ、おいらがしゃべる学生の頃いうのは、はい、むちゃくちゃ流行ってて、はい、まあ、もう知ってらっしゃるんですか、そうそうやね、えへー、たまたまロケ行かせてもうて、はい、でちょっとできてやってんねん、はい、見るえ見るあのあれやで、ほんまに普通にケンさんと昼ご飯食べさせてもらってるみたいなあんで、うん、ほらあ、すいません、ありがとうございます、うわ、あ、これケンさんですか、そうやで、うん、おすごい、すごい、すごっ、あのインスタの切り抜きとかで見る若かわとおら、これでもロケ終わって勝手にあのもう今度はプライベートでいたこうって、今ではやっぱええ運動やで、かっこええ趣味ですよね、でもかっこええ、あの早く帰らなあかんね、はい、長いことやったらあかんね、嫁はんが怒るよいつもな、そのいつも早行ってね、その代わりスーパー行って買い物してちゃんとやるから、朝はあの海行ってええかな、ほんだら行きやって、帰ってきても汚いなとか言われて、あのウエットスーツあるやん、こんなゴムここ保存取ってんの、向こう走ってこんなゴム、そうやもう向こう臭いから、ゴム臭いから、もう一緒に洗濯ってや洗濯もとか言って早ほんでスーパー行って、ほんで帰ってきて飲むビールがもうめちゃめちゃうまい、はーい、見てな、ビールまで遠いな、広いな、スーパー行って、怒られてるセクションその代わり遠いからにうまいね、あー、一日終わった、我慢がさらに美味しくさせる、そうやね、結構そのあれよあれよでこうトミーさんとこうわーってこうなられて、東京も行かれたじゃないですか、そうやな、おいくつぐらいの時に行かれたんですか、ね、30前半やったかな、東京はなやっぱりなバーワンな、ああそうなんですか、もうなんかな寂しいなんで、ずっとあの仕事終わってもあの狭いホテルの部屋やろ、はい、なあ、もうだからこれ六本木かなんか知らんで、はい、雨降ってばんな、ばーって部屋におんねんけど、明日はあっこにお任せやから日曜日朝早いなとかな、じゃけどな、土曜の晩やのにな、どこも行くとこないのよ、あ、家帰ったらあのちっちゃい息子とか子供ってな、家族に会いたいってな、何回か泣いたな、仕事は大事やねんけど、はい、東京いう場所全然面白なかったよ、いいともとかも出てらっしゃる、いいともも出てたよ、そやで1年やったんかな、はいはい、ほんでケンさん、あのお疲れ様でした、いや、はい、卒業です言われて、えケンさんだけケンさんだけ、そうやね、富水さんじゃないのよ、ケンさんお疲れ様、えっ、まさあ、まさくん続くよーお前ら、なんで笑うねん、それってカタカナ2文字で言うと首って言うやろ、覚えてるわ、お疲れ様言って、あの時計くれたわ記念に、え当時流行ってた
あのスウォッチの時計で裏に、はい、あの笑っていいと思ういうシール貼ったったわ。シール シール刻印じゃなくてシールやシール、うん、もう今にも剥がれそうなヘリもう剥がれそうなちょっとはみ出てる現れへん状況であのギャグはいつぐらいかしたのかなあのキングコングカンケンちゃんとあのケンちゃんあの東京行ってあのまあ装置持ってやめて帰ってきてん俺だけ装置持ってねあの頃はギャグ一切なしやったあ、うん、そうなんすかギャグあれ、うん、ほんで大阪帰ってきた時に仕事ゼロやって、はい、コメディが始まって、はいはいはい、マサはレギュラーやって、はい、石田康とかティーアップの前田君とかがレギュラーで、はいはい、俺たまたまあの単発で第1回目入ってて、はい、これでちゃんとせんと、はい、爪痕残さんとやばいぞという、うんうん、で登場の時だけやねん、はいはい、なんでここであかん爪痕残そうっていろいろ考えて俺一番最初は、はい、あのバキラ警官の役で、はい、来たで来たで来たでってあの言うセリフやって、はい、来たですぐ言うてもらったらもう終わったもんな、はい、西で東で南で聞いたでってあの東西南北、はいはいはい、あこんなん入れたろうって勝手に、はい、で出てくるのに、はい、であの来たで西で東で南で聞いたで言うて、はい、もうあのシーンってなって、まあ、そなるわなギャグする人もまだ、ね、ない時ですねなるわな、うん、これはまあほな来週もまあ、出れるってなって、うん、ほな次またな、はい、西で東で滑ったな、はい、イエイイエイイエイショー、はい、イエイイエイ入ってイエイイエイイエイ、はい、ハウスハウスハウスとかねそんなやってるんですよ、まあ、先ちょっと受けたり、ねはい、滑ったり、はい、ほんでまた何をやっとんねん、はい、頭叩かれたり、はい、来週もまた出会うでその流れでどんどんギャグが増えていってほんで金婚関係ちゃんもできてとにかく何か爪痕残さな出ていった時のワンチャンスしかないそうそうってなったらもう逆しかなかったんですね短い時間でねインパクトそう頭の根のとこだけはぁすごいね当初あの滑ってたからな、はい、あの滑るのは慣れてんねんよあやるて受けようもでやらなあかんねんね、はい、キーは、はいうん、けどあの得てして滑るもんやって俺は思ってんねんねでその中でもたまに受けたらそれは儲けもんやけど確かに滑る回数が増えれば増えるほど滑りへの耐性ってつきますだから傷みたいなもんですよね傷になってかさぶたになって皮膚硬くなっていってみたいなあまあ違う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 のは違うみたいな一瞬なんか乗っかってくれそうにはなってちょっとなんか違うケンさんそれこそね千鳥さんもそうですしせやねんでこのトミーさんにお世話になった後輩の方がめちゃくちゃ慕ってるじゃないですか、うん、そうやねその慕ってんのをもう何やったら超えて濱家とかはおいケンとか言うじゃないですかそうそうそうやねそうやねそうやろそれもあいつな僕同期なんで心の底から大好きなのはめっちゃ伝わるんですけど、はい、それにしてもおいケンってあれはどう思ってるんですかそのあくまでもギャグでな、はいうん、あれおいケイ、はい、誰にケイ言うてんねん、はい、そのパターンでな、はいはい、裏ではねちゃんと挨拶もちゃんとするし、うん、もちろんちゃんとしてるの知ってるんですけど、うんうんうん、兄さんあの好きなんですよコンパンパン、はい、ネタなんですよ、はい、いう気持ちはね前はね分かっとってはい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 、はい、最近したけどその感じがね全然ないのよねちょっと分かるよ俺もこいつはほんまにおいケイ言うてほんまの多い県なほんまの多い県とあのネタの多い県はちゃうやん、はい、絶対ね見下してろもう俺いやだから愛されてだからいじられやすいというかねみんなが愛してるから県さんのこといじりたくなるんですよそれはちゃうからそれでありがたいねあそれはちゃうからあの作ってきたもんちゃうしねまさと俺との関係が、はい、そのままあのね他の芸人さんにも広がって多分ほんならやってくれてんのかなって、うん、ケンさんから見られて僕らにアドバイスみたいなのしやから今見ててね、はい、ちょうどあの東京で今頑張ってるやん、はい、そうですね、うん、だから僕 あの30代の頃こんなんやったなぁ思ってはるかにあの順調よはるかにあの頑張ってるわ、いやいやいや面白いビートもケンさんだけ下ろされたみたいに僕らも「ラヴィット!」を僕だけ降ろされるみたいなねそっちの箱が楽屋に置いてあったらそういうことや怖いでー仕事ちゃうでーあれ見た
チャンネル登録お願いします。